何だったの丸いやつ。このやつだったの。それが答え？うん、答えだったの。それなんていう食べ物だっけ、ゆうちゃん。わかよこ？え？わかよこ？かまぼこっていう。かまぼこ。お正直そうだったの。このまま泣きだったの。あ、そうなんだ。そうだったな。見せてあげな、これか、ここに。みんな疑問に思ってたんだよ。これは、はい。丸くて、赤くて。これだったんだ。うん。このまま泣きだったんです。あ、そう、この話をしてたわけね。うん。かまぼこって言いたかったわけね。うん。それは忘れてたわけね。うん。うまい。そういうお話だったの。ん？そういうこのお話だったの。かまぼこだったの？ロコモコじゃなくて。かまぼこなんだ。ロコモコって言ったのね。このお話だったの。かまぼこだったんだね。かまぼこじゃないかって言ってくれてる人たくさんいたよ。そう。うん。ロコモコって、そう、引っ張られていたけど、うん、かまぼこじゃないかって言ってる人。いや、マグロの刺身っていう人が多かったよ。あ、そう、まあ、かまぼこっていう人もいたけどね。ゆうか、今ね、お醤油食べちゃった。